ヨハン・フィリップ・ライスヨハン・フィリップ・ライスは独学で科学者、発明家となったドイツ人である。1861年、今日ではライス式電話と呼ばれる最初期の電話を作り上げ、この装置を最初にテレフォンと名付けた人物である。ローラースケートとインラインスケートも発明したが、すでにそれらは発明されていた。フィリップ・ライスはドイツ連邦ゲルンハウゼンで、 パン職人のカール・シグムンド・ライスと母のマリエ・キャサリンの子として生まれた。彼の父はイーブ・エンジェリカル・チャーチに所属していた。母は彼が幼い頃に亡くなり、父方の白色で知性的な祖母に育てられた。6歳でライスは地元のゲルンハウゼンの公立学校に行かされた。ここで彼の才能が教師の目に留まり、高等学校で教育を受けた方が良いと父親に助言した。 その父親とも10歳の頃に死別した。祖母と後見人はフリードリヒスドルフにあるカルニエ大学にライスを送ると、ライスは言語に興味を示し英語とフランス語を習得し、また図書館からは多くの雑学を獲得した。14歳の終わり頃、フランクフルトアムマインのハッセル大学に受け入れられ、ラテン語とイタリア語を習得した。科学の情熱も明らかになり、 彼の保護者はカールスルーエ工科大学に彼を送ることを勧められた。彼のおじは彼が商人になることを願い、彼の意思に反思1850年3月1日にフランクフルトの JF ベールボックの下で塗料商人としての修行を始めさせた。彼はおじにビジネスは学ぶけど可能な限り学業も優先したいと語った。フリードリヒスドルフのライスの家、現在は 私立、フィリップ・ライス・ハウス博物館勤勉な仕事ぶりで、ベールボックの信用を得て、ヨカは商業学校の機械工学教授アール・ベトガーの講義への出席と、数学と物理学の個人授業に専念し自己検査に励んだ。内子式館を終了すると、フランクフルトのドクター、ポッペの研究所に参加した。研究生たちは、地理も歴史も教わっていなかったため、何人かが、 お互いに学習して教え合うことにした。ライスは地理を請け負い、教えていく中で自分の転職が見つかったと確信した。この時期、彼はフランクフルトの物理学会のメンバーにもなった。1855年、ライスはカッセルで兵役を終え、その後フランクフルトに戻り、自習と公開講座で数学と科学の教師としての資格を得た。 彼の意向では、ハイデルベルク大学での訓練を終了するつもりであったが、1858年の春に、ガルニエ大学での職を提案した古い友人弟子でも、あるーフラス、ガルニエの元を訪ねた。1859年9月14日に、ライスは下て職人の娘、マルガレッタ・シュミットと結婚し、フリードリヒスドルフに引っ越して、すぐにフランス語、物理学、数学、 科学の教師としての新しいキャリアを開始した。家も購入し、ヨカは電気工学と機械工学の勉強に費やした。ローラースケートや手動で制御する三輪車、自動車の初期型を開発した。1861年2月14日に娘のエリス、2年後に息子のカールが生まれた。ライスの電話ライスが創造した電気は光がそうであるように。 物質土体の助けなしに空間を通って伝わるものだった。ライスはその課題についていくつかの実験を行った。1859年、その結果は論文、電気の副写についてに記載され、当時有名だったアナーレンデアフィジーク氏に掲載してもらうため、物理学者のヨハン・クリスチャン・ポッケンドルフ教授に郵送された。原稿は却下され、傷つきやすい若い教師を、 大いに失望させた。ライスは後にグラハムベルがするように耳の器官を研究していた。電気を使って音を伝える装置のアイデアは何年も頭の片隅にあった。物理学の教えに鼓舞されて問題に取り組み、それは成功につながった。1860年に 彼は100メートルの距離をカバーすることができる電話の最初のプロトタイプを構築した。1862年に彼はそれをテレフォンと呼び、その記事で再びポーケンドルフ教授に関心を持ってもらおうとした。しかし、学識のある教授には電気で声を伝えるということは妄想に見えたようで却下された。ライスはこの結果を 私が貧しい教師に過ぎないせいだろうと苦々しく受け止めた。1861年10月、フランクフルトの物理学会で初めて公にプロトタイプを公開した。彼のプレゼンテーションのタイトルは、ガルバニック電流の仲介による任意の距離での音の再現についてであった。その後、学会の年次報告書1860年から1861年に、 ライスの科学技術レポートが掲載された。1862年、フランクフルトにある王立プロイセン電信兵団第8インスペクター長、ビルヘルム・フォン・レガートが装置の実演を見てから注目し、科学雑誌に記事を掲載した。しかし、科学的な名声のない出版物であったため評判は、かんばしくなかった。1863年9月6日、 フランクフルトのゲーテハウスでのオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世を前にしたデモンストレーションでライスの電話から音楽が流されたこのイベントによって電話の評価が再評価されることとなったこれらの成果に励まされ大幅な改造を行い科学実証機を大量生産し世界的に8から12ターラーで販売し世界的に名前は知られることとなったが失敗したライスは 世界的な名声を得たが、作成した電話には多くの欠点があったことから、すぐに名声は失われることとなった。1867年に辞任したが、彼を名誉会員として選出した、フランクフルトの自由ドイツ研究所も、この器具を単なる哲学的なおもちゃとして無視した。彼自身は、この発明がいつか、世界的に普及することを確信していた。1854年、 以前断られた、ポッケンドルフ教授に、アナーレンデアフィジークに掲載するから、資料と装置を送ってほしいと依頼された際に、ありがとう、教授。ですが、それは遅すぎます。今、私は発想したくありません。私の装置は、アナーレンで説明せずとも知られるようになると思う。と返信している。しかし、この時すでに彼は結核にかかっていた。 フリードリヒスドルフのライスの墓、シルアヌストンプソンのフィリップレイズ、インベンターオブザテレフォンから、さらに電話を改良しようとしていたが、病魔は長く苦しい闘病生活を強いた。仕事は気力でこなしていたが、徐々に声や体力が失われていった。1873年12月に長く痛みを伴う病気を発症し、寝たきりの状態となってしまった。 1874年1月14日の午後、世界で初めて電話を発明した意外な発明家は、結核からの合併症によって40歳で息を引き取った。彼はフリードリヒスドルフに埋葬された。彼の履歴書にはこう書かれている。私の人生を振り返ってみると、聖書にあるように、労働と悲しみであると言えるだろう。しかし、私はまた、 主に感謝する必要があります。私に転職と家族という祝福を与えてくださいました。これ以上ないほど私は最も恵まれていた。主は今まで助けてくださいました。主はなお一層助けてくれるでしょう。1878年電話が商業化された年、フランクフルト物理学会のメンバーは墓の上にメダリオンの肖像画を持つ赤い砂岩のオベリスクを建てた。 ヨハン・フィリップ・ライスの名が名祖となった、物一覧参考文献。ありがとうございます。